ピッツバーグ時事、米大リーグは22日、各地で行われ、ダイヤモンドバックスの平野はパイレーツ戦で 0-0 の8回に、2番手として登板し、1回を無安打無失点、14球に抑え、5月6日のアストロズ戦から21試合連続無失点とした。チームは延長13回、2-1で勝った、時事通信社。